韓日米の外務次官協議がアメリカのワシントンで現地時間の13日開かれ、北韓の核・ミサイルの脅威や中国の国際秩序への挑戦に対して3カ国が引き続き連携していく方針を再確認しました。外交部のジョ・ヒョンドン第一次官とアメリカのシャーマン国務副長官、日本の森健良外務次官は協議の後、共同記者会見を開き、北韓はかつてない頻度で弾道ミサイルの発射を繰り返し、韓国や日本だけでなく世界を威嚇し続けているとした上で、北韓に対して核開発プログラムの放棄と国連安保理決議の遵守、対話への復帰を改めて促しました。シャーマン副長官は、韓日米3カ国の関係はますます堅固になっている。韓半島の完全な非核化に向けて協力を強化していると述べました。森次官も、北韓が核やミサイルの開発を本格化させると公表したのに対し、3カ国は抑止力をさらに強化していくと述べました。一方、中国をめぐってシャーマン副長官は、国際秩序に挑戦する中国の行動に対抗するため、韓国と日本、他の同盟国やパートナーと引き続き連携すると述べました。